今回はこちらの、コーディネートを紹介したいと思います。今回はですね、そろそろ暖かくなってきましたので、夏に向けての、大人っぽい、海コーディネートを、提案します。ですね、まずはこちらの、着ているベストですね。雑誌ではよくジレといって紹介されていますが、こちらがですね、ネイビーベースに白の、ピンドットですね、ちっちゃいドット柄が、デザインされていて、T シャツは同じように白と紺の配色の、T シャツを着ています。で、パンツ、ショートパンツも、靴もですね、ブルー系でまとめて、全体的に白と、ブルーの2色で、コーディネートをまとめています。で、白とブルーですと、まあ、やっぱり、海っぽい、コーディネートに、なりやすいので、そちらをまとめてみました。あとはですね、ベルトも同じような色でまとめてもよかったんですけれども、あえてここは外しという目的で、ちょっと違う、ベルトをチョイスしました。こちらはですね、パイソンレザーのメタリックボルドーっていう結構珍しい、カラーリングのベルトですので、まあ、こういった、全然関係ない、白とブルーと関係ない色を1個だけ、使うことで、コーディネートの外しになりますので、ぜひよかったらそちらも、参考にしてみてください。